今ちょうどご飯食べてて、今納豆とサラダを食べ終わりました。そして今カツ丼食べてる最中です。そうです、カツ丼食べてます。そうなんですよね。がっつりだねって。そうそうなんです。そう、なんか最近夜しかあんま食べてなくて、ご飯を。だからそう、夜ちゃんと食べようと思って、今日はなんかがっつりいけそうだったのでカツ丼買っちゃおうと思って今食べてる最中です。そう、なんか食べてから配信しようかなと思ったんですけど、明日割と入り時間早かったので、ちょっと食べながらにしちゃおうと思って、ちょっと途中ですがいただいております。いただきます。うん、でもお腹いっぱいなんだよね。今半分食べたんだけど、本当に胃がちっちゃくなった。どこでも買ったの。今日コンビニなんだけどさ、こっちの方が食べたい。でもカツ丼はもう開けてしまったから、カツ丼を先に食べなきゃいけない。でもカツ丼全部食べちゃったらこれもね食べれなくなっちゃう。今日は食べれなさそう。残念。めっちゃ買うやん。めっちゃ買っちゃう。普段お金使うとこがさ、こんぐらいしかないからさ、なんか買っちゃおうみたいな。ショッピングしちゃおうの勢いで、なんかおにちこみにね、夜ご飯買っちゃうからさ。ちょっと買いすぎちゃうんだよね、いつも。あと飲むヨーグルトも買いました。ニキビマシになった。あ、危ない危ないよ、危ない。サラダもタレじゃないわ、サラダのドレッシングが床に落ちそうだ。ニキビはね、だいぶマシになりました最近は。飲むヨーグルト美味しいよねって。美味しいよね。でもさ、そのお兄さん、その腸活っていうのをしたくてさ、あのヨーグルト始めたんだけどさ、もう飲むヨーグルトカロリー高いよってあの DM いただいて、あ、そっかみたいな。ってなるとちゃんとさ、固形で飲むやつじゃなくてさ、食べる方のさね、やつの方がいいんだよね多分。やば、お腹いっぱいだ。どうしよう。お宅の DM 見れなくなってないの？なんかね、人によりけりなんだよね、あれ。あれ何なんだろう。インスタの DM がさ、見れる人と見れない人がいて、送れへんくなったって。送れなくなったの？なんで？なんかその DM もあった、なんか DM が送れなくなってしまうので承認してくださいみたいな。そう、でも承認しちゃダメなんだよ私。
つながっちゃうってことになっちゃうから承認はできないんだよね。でもどうしようって。そう、と思って。そう、そう、ウィバースに移行しなきゃかなって。でもウィバースも別にさ個人に返してるわけでもないじゃん。みんなに見られるじゃん、言えば。あの送ってくださるやつはさね、なんか DM 大西は結構まあこうさ自分がちょっと傷ついちゃうようなものもまあ来ないことはないけどさ、ただなんかこのなんだろう、すっごい長文で今日の感想とか公演の感想とか送ってくれたりとか、そうなんかそういうさ世には出せないというかさ、世には出せないっていうか難しいけどさ、私とその方だけが見れるっていうのはさそれしかないからさ、DM お店はすごく嬉しかったんだけど、そうだから、でも遅れてる方もいるの今でも。だからその辺がどうなってそうなっちゃったのかお店は分かんないんだけど今。あ、ごめんなさい。ね、ちょっと難しいよね。ゆきりは長文ですっごいアンチがコメント来るって言ってたんだよ。一緒、大西のもね長文系が多い。ゆきりさんと一緒だ。やった。すごい、スクロールしてもしてもしてもまだ届いてるの。ありがたいよね、そんなに長文をさ書く時間だって大変なのに、その長文全部読むんって。前までは読んでたけど今はもう自分が傷ついちゃう、落ち込んじゃうと思って最近は見れないように なりましたね。落ち込んでる時間がちょっとね、私もうちょっと疲れちゃったから。だから自分が傷ついちゃうかなって思うやつはちょっと見ないようにとかはするようになったかも最近。ね、今日背景がなんか斜めに見えるって、これが斜めなの。なんかこうなってるんだろうね。やばい、カツだけあげたい、お米食べるから。長文の愛を送れまして優しい、ありがとう、嬉しい。あと3つ残ってるよ、カツ。おかずよりさお米の方が
好きなんだよね。タレの染みたコメント、そう。味付いたお米が一旦好き。白米も大好きなんだけど。だからおかずをこうポンポンってしたご飯とかも好き。バター醤油ご飯は最強って、何それ、絶対やっちゃいけなそうだけど絶対美味しいやん。そんなん一回そんな味知ってもうたらもう終わるくない？終わるくないっていうか、もうやばそうじゃん。やめてよ、そんな存在お主に教えないで。やだやだ、やっちゃうじゃんいつか。やだ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 、やめて。何バター、いやもう聞かんとこ。うん、おいしいやん。バター醤油ご飯、バターと醤油でチャーハンにするとめちゃうまいよって。やん。やめて、そんな人類の最強のご飯を教えちゃダメだよ。でももうみんなはその味を知ってるってことだもんね。もしバター最近めっちゃ好きなんですみたいな話を、あの歌のね、今回のあの声の形の太田の先生に話してたんですよ。だからまず無印のあのさ、切れてるバームクーヘンあるの知ってる？なんか長さがみんな違いますみたいな、あれのなんちゃらバターみたいなやつをくださって、それもめっちゃ美味しくて、もうめっちゃ美味しかったです、ありがとうございましたみたいなって言ってたら、いろんなバターを教えてくれて、ほんでなんか蜂蜜バターやったかな、なんかちょっとお高い成城石とかに売ってるバターをそのまんまくださって、もうバターバターをくださって、そう昨日くださって、でもうパン買ってきて、おにしだから昨日、そう昨日の夜ご飯は食パンにバター塗って食べたんだけど、バカおいしい。だからダメだダメだと。そうでもね、バターに罪はないからね、そういただいたものなので責任を持ってね全部食べるんですけど。めっちゃ美味しかった。楽しくなるよね、なんかそういういろんなさものを知ると。うん、10分に終わるわ、あと10分ぐらい。洗い物もしたいので、うん、ちょっとカツはちょっと置いとこうかな。お風呂上がってまたちょっとお腹すいたら食べよう。一旦ごちそうさまでした。
お腹いっぱい。でもバターって本当に美味しいよね。なんであんな美味しい味するんだろう。お腹いっぱいお腹いっぱい、美味しい。コーンバターも最強って、もうそれは最強でしかない。うん、私はエリンギバターが好きだよ。もうあんな美味しいもの、たらこバターが好きって。たらこバターって食べたことないな。美味しい。コーンバターご飯って美味しい。じゃあ なんていうのやったっけ、なんかあるよね、それにお肉乗ってるやつ。この間食べたお家とかでさ、パーティーでやるやつ。ランチペッパーだ。違う、ペッパーランチは逆だった。ペッパーランチです。そう、あれお家でおにしたまにやるんだけどさ、そう、なんかパーってしたい時、そうバターいっぱい入れるの、あの時、あの時だけはもう面白いね。バターをね、いつも一かけのところ二かけら入れちゃうんだから。味噌コーンバターも美味しいよって。あのさ、それのさ、ラーメン美味しいよね。あの味噌ラーメンがさ、そう、味噌ラーメンにさ、コーンとバター乗ってるやつマジで美味しい。あれ北海道のなんかやつ、わかんない。大西はさ、渋谷で食べたやつがそういうやつで、そう、一人食べに行ったんだけどね。覚えてる、今でも覚えてる。あの舞台の時、悪の娘っていう舞台のお稽古が終わってから渋谷になんか用事があって行って、だからめっちゃ、でもね、狭かったんだよ。もうマジで立ち食いぐらいの勢いのなんかあの通路で、そう、そこが北海道のなんかラーメン店みたいなあって、で覚えてるの、その時の AKB の曲がね流れてたの、そのお店で。で嬉しくて覚えてる。悪の娘の時って何だったっけね、シングル、ルーマーだっけ、ネマーもルーマーだよね多分。だよね、元カレはもうちょっと先だもんね。ネマーもルーマーが流れてて嬉しかったの覚えてる。そう、メグといたでしょって、わかんない。ラーメンは一人で行ったから、そうそうなんだけど、でもそうだ、絶対そう。なんかラーメンあげてなかったっけ、もしツイッターに。なんかあげて、共演者の方から、それどこのラーメンですかってなんか来たの覚えてるんだよね。そう、あ、これ渋谷ですみたいな言った会話も覚えてる。あげてた、あげてたよね、よく覚えてるよね。そう、美味しかったんだよな、あれ。もしラーメン食べるとき大体醤油なんですよ。だからそもそも味噌ラーメンはあんまり食べることがなくて、だからでもその時はなんか分からへんけど味噌ラーメンの気分だったんです。なんかちょっと甘いの食べたいなみたいなって思ってて、そう寄ったんですよ、ね、懐かしい。やばい、眠たくなってきたお腹いっぱいになったら眠たくなってきちゃった。お腹いっぱいで眠たくなるときって幸せだよね。明日は2公演、明後日も2公演なので、ちょっとまた
バタバタしそうですが、もう今日バータリー前ちょっとおにし、朝 AKB やん、いや AKB やんけんあってから1時間ぐらい時間あって、そうだから、そうずっとあの振り起こししてたんですけど、みんなの動画見て。でもね、一個だけね、これもう鬼に絶対起こせないよっていうのね、今の時点で一個あってさ、それをちょっと頑張んなきゃな。あとでも千秋楽の日までにエッセイも2つ完成させなきゃいけないので、どれから手につけていいか、ちょっとエッセイをちょっとずつ仕上げていけたらいいなと思っております。頑張ります。じゃあということで、今日はこの辺で終わりたいと思うので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。まあ、1位あくん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がヨンちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がコバアットマーク大西吉さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がヒデちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が黒島のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がユミタン、ありがとうございます。イエイ。そして11位がカッキーアットマーク大西軍アットマーク握手会10月28、29最終受付明日12時までさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がタック387さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が5号のリプトンさん、ありがとうございました。イエイ。皆様も本当にありがとうございました。あとなんだっけ、ちょっと話したいことっていうほどでもないんですけど、あの声の形のあのミュージカルのね、あのパンフレット今絶賛あの発売中なんでございますけれども、あの中身がさちょっとあの なんて言うんだろうね、なんか今回いつもパンフレットのなんか自分のページの部分って大体自分でこう書いたりするんですけど、今回インタビュー形式でやっていただいたんですね。なんか質問していただいたことを答えて、でそれを最終的にまとめてくださるっていう、今回そういう初めて大西もそういう形だったんですけど、がゆえにちょっと大西が言葉足らずな部分があって、それを多分まとめてくださったから、なんかあのちょっとなんだろう今でもあの早朝配信続けてることになっちゃってたりしてて、あのそのパンフレットではそう、これもえちゃん書いたみたいな DM があって、あらってそうなってたのをちょっとあのここで修正しておこうかなと思って私は早朝配信もう4年前ぐらいにやめてます。はい、すいません5時半配信やっておりませんので、そうなんですよね。ちょっとだから、あこれかなって、あのもしパンフレットをこう手に取ってくださった方、あこれももちゃん言ってたな、これかなって思って、あの見てくださったら幸いです。すいません。そう、多分あの毎日配信してますっていうのを言って、多分調べてくださって、でそう多分早朝が出てきちゃったのかもしれない、もしかしたら。そう、うん、失礼いたしました。ということでですね、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、明日も公演の形ミュージカル2公演頑張りたいと思います。では、バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。